まさか最後の最後でベルンカステル教の駒が乱入してくるとは。あんたとのゲームにふさわしい駒を随分あちこち探し回ったの。きっと気に入ってもらえると思うわ。何よあの駒、誰よあいつ、何者よ。名乗らないなんてずるいわよ。ねえあんたもそう思うでしょ。わらわは大体察しはついておるが、というか普通わかるであろう。普通？わかんないわよ。初登場のキャラでしょ。名乗らなかったら私もプレイヤーもみんなわかんないわよね。ベアト、教えてあげなくていいわよね。面白い子でしょ。あ、うん、ラムダデルタ教の天真爛漫にして天然なところは実に貴重で面白いものである。何よ何よ、なんで私にだけ教えてくれないのよ、意地悪。じゃあ私だけが気づいたとっておきの秘密を特別に教えてあげるわ。だから教えなさいよ。ほう、とっておきの秘密とな。聞きたいぞ聞きたいぞ。ビーだ、教えて欲しかったら先にあの女の正体を教えるのよ。私の知った秘密はすごいわよ。何しろサンタさんの正体が実はお父さんだったってくらいすごいんだから。あら言っちゃった、ごめんなさいね。天地がひっくり返るくらいびっくりしちゃったでしょ。ラムダのとこにはお父さんが来てたの。来てたのってどういう意味よ。サンタクロース教は心の綺麗な子供のところへしか訪れないのよ。あんたのとこには来なかったのね。まあサンタクロース教は寛大であるからな。よっぽどの大悪党でもない限りプレゼントを恵んでくださるよ。何しろわらわにもくれたくらいだからな。成長して心がすさんでくると来なくなるのよ。レアタのとこにはいくつくらいまで来てたの。12歳くらいまでは来ておったぞ。乙女心に目覚めると急にサンタ教が来るのがなんだか恥ずかしくなってな。これまでありがとうございました。もう結構です。だから最後のプレゼントは奮発してくださいと手紙を置いたら来なくなった。ちょっぴり期待したのだがな。ベルンカステル卿はいつくらいまで来ていたのか。私すさんでたし結構早かったっけ。確か9歳頃ね。なんかあのヒゲが無性にムカついてちょん切ってやろうと布団の中で裁縫バサミ構えて待ってたの。痛いお年頃よね。で、ラムダデルタ教には物心ついてからサンタクロース教がおいでになったことがないと。普通は小学校高学年から中学校くらいまでの間までは来るものであるぞ。ある意味お医者で見てもらった方がいいわよ。早熟すぎると心身の成長に悪影響があるらしいから。ああ確かに出てるわね、悪影響。な、何の話をしてるのよあんたたちは。むがー。魔女も三人集まれば実にかしましい。この程度のレベルの秘密じゃ聞く価値もなさそうね。私もう行ってもいい。次のゲームの準備をしなくちゃならないから。ちょっと待ちなさいよ。あの女の正体を教えなさいよ。じゃああなたのとっておきの秘密を先に教えなさいよ。見合うものだったら教えてあげるわ。あいいわよ、教えてあげるわ。とっておきの秘密なんだから。ほら今回のゲームで黄金を見つけて新しい魔女になった子がいたでしょ。あやつに一体どんな秘密があるというのか。あの子の正体にね、私気づいちゃったの。みんなにはわかるかしら。
はね、喋り方にあったのよ。ほら、あの子よく口にしてたでしょ？なんとかしちゃえばーって。そう、この語尾がポイントだったのよ。エーバー、エーバー。そう、あいつの正体は後ろ宮エヴァだったのよと驚いちゃったかしら。ほう、それは気づかなかった、うん、そのようなところにヒントがあったとはな。ベアトって付き合いがいいのね。その子増長するからほどほどになさいよ。じゃあね、私は席を外すわ。ちょっと私の秘密だけ聞いてあんたは喋んないなんてずるいわよ。あんたもあの女の正体を話しなさいよ。あんたの秘密がすごすぎて釣り合わないわ。じゃあ代わりに私もとっておきの秘密を教えてあげるわ。日暮らしの泣く頃にってゲームが犯人の名前を教えてあげる。ああ言わないで、私今プレイしてるとこなの。じゃあね、ベアト、紅茶美味しかったわ。あと、お茶菓子のクラッカーだけど、ジャムのレパートリーが足りないわ。たまにはコチュジャンでも用意しなさい。ロシアンティーにもぴったりだし。じゃあね。そうか、わかったぞ。試してみよう。次のゲームの準備が整ったら、呼ぼうぞ。それまでゆっくり戦略でも練るがよい。ええ、そうするわ。今回のゲームは、なかなか面白かったわよ。じゃあね。ちょっと待ちなさいよ。教えなさいよ。いやいや、本当にお二人は仲が良い。ええ、そうよ。大好きよ、ベルンカステル。愛してるとさえ言ってもいいわ。あの瞳をえぐり出して私以外を映さないようにしてやりたい。ああ、それは本当に素敵よね。紅茶に沈めても素敵かもしれない。ラムダデルタ卿をここまで夢中にさせるとは、わらわも責任重大であるな。しかし今回は実に惜しかった。あと一息でバトラをコロリといけたもの。ベアト、一個聞いていい？なんであるか？あの女の名前は教えぬぞ。いつまでちゃらけてんのよ。あんた勝つ気あんの？私はね、ベルンカステルに勝てる魔女ってことで、あんたに肩入れしてんのよ。あんたにベルンカステルに勝てる力がないってんなら、いつだって私はあんたなんか見捨てるんだからね。これは手厳しい。わらわの何がご不満なのか、今日もご存知の通り。わらわのゲーム盤は完璧だ。ベルンカステル卿には、決して勝てはせん。ええ、そうよ。あんたのゲーム盤は実に見事よ。ベルンカステルが、100年はおろか、1000年を費やそうとも絶対に勝つことのできない。実に見事な完璧なゲーム盤よ。だから私は、それを借りることの引き換えに、あんたを魔女にしてやったのよ。私があんたの後見人をやめれば、あんたはすぐに人間に逆戻り。どんなにすごい魔力を持っていても、あんたは仮初めの魔女でしかないことを、決して忘れないことよ。分かっておる。そなたには感謝しておる。タメ口聞かないでよ。ベルンカステルがいるときは許すけど、いないときは許さないわ。あんた最近、私の恩を忘れてるでしょ。そんなことは、ありません。やっぱ気持ち悪いわ。いつもの喋り方でいい。でも、口の聞き方には注意してよ。私、案外短気よ。話を戻すわ。あんたのゲーム盤は実に完璧。ベルンカステルを容易に任すことができるでしょうよ。しかしあの子は、
簡単に屈服しない。何度でも挑んでくるわ。問題はない。ラムダデルタ教のお墨付きではないか。わらわのゲーム版は完璧だ。ええ、そうよ。完璧よ。プレイヤーである。あんたも完璧ならね。それは、どういう意味か。どういう意味？私が聞きたいくらいよ。あんたのゲームには遊びが多い。それは時にベルンカステルを煙に巻くから。あんたなりの策略なんだと私も最初は思ってた。でも、なんだか違う気がするの。あんた、勝てる試合をもてあそんでるんじゃなくて、勝っても負けても、どうでもいいって思ってるんじゃないの？バカバカしい。そんなことあるわけもなかろうが。いいこと？あんたの役目は、ベルンカステルを屈服させることよ。つまりゲームに、永遠に勝者でいること。あなたが絶対の勝者であり続けようとする限り、私は絶対の魔女として、あなたに力を与えるわ。でも、もしあなたが、自らの敗北の可能性を否定しないような戦い方をしているなら、話は変わるわよ。もちろん、これはゲームである。わらわが勝てばベルンカステル卿が負けるように、向こうが勝てば、わらわが負ける日もあるだろう。常に敗北の可能性はあり得る。だからこそわらわは。だからあんたは使えないのよ。あんたはゲーム版である必要なんかない。ベルンカステルを永遠にここに閉じ込める鳥かごでさえあればいいの。鳥かごの役目は中の小鳥を絶対に逃がさないことよ。無論ゲームは勝つためのもの。そしてわらわが負けることはありえない。故にわらわは勝ち続けようぞ。お望み通り。いい返事よ。それでいいわ。策略としての遊びやフェイクは許す。今回有効だったところもあるしね。でもね、もしあなたが勝ち以外を望むような指し手をしたら、その時は素敵な覚悟をなさいよね。そのようなことはせぬ。誓うと。もともと魔女ですらないあんたが、本当はどんなにみすぼらしい存在だったか、いつだって思い出させてあげるんだから。私の期待を裏切ったら、その時は楽しい楽しい罰ゲームが待ってるわよ。100億のかけら世界の中から、最も惨めなかけらにあんたを送り込んで封印してあげる。あんたはもともとが惨めだから、惨めなかけらも実に選びがいがあるわ。愛してるわ、ヘルンカステル。ベアトリーチェの鳥かごで好きなだけあがいて、もはや逃れられないことを千年かけて知りなさい。そしてあなたが屈服したら、私の手のひらでしか泣けないようにたっぷりと仕込んであげるんだから。Thank you.
神社さんが下のロビーに到着しました。お通ししてよろしいですか。会長、エンジェさんがいらっしゃいました。来たわね、エンジ。来たわ、呼ばれたから。暗い上に空気もひどいわ。カーテンでも開けたら。そうするとあんたの依頼した殺し屋が窓越しに撃ってくるって寸法なのかしら。あんたの暗殺依頼なら私が受けたいわ。家でのんびりほんの一月も過ごしてれば勝手に任務が終わるもの。それでわざわざ呼びつけて何の用？私はもう長くない。ヤブ医者どもは未だに私が盛られた毒が何かも検出できない。わかってるの。きっと某国の諜報機関で使われてた
秘密の暗殺薬なのよ。私は殺されるのよ、殺されるのよ。よかったわね、もうじき死ぬわよ。そうすればさぞやあなたの胸がすくでしょうね。かわいそうな人。私はね、憎いのよ、あんたが。光栄ね、私もよ。ジョージのために気づいた未来だった。それをあんたにかすめ取られるなんて、ルドルフの娘に奪われるなんて。私は悔しい。子も残せず、財産すらも奪われるなんて、それが私には許せない。だったら財産全部お伏せにでもしちゃえば。お百度踏んでた宗教系の連中はどうしたのよ。連中はみんな言うのよ、多すぎる財産が私の負担になっているって。決まって、だから預けて清める必要があるとか言い出すのよ。それで思いついたのよ、寄付はやめたわ。お金が余ってるなら、サラブレッド買い占めて、コンビーフでも作れば？それよりもっと面白いことを思いついたのよ。いろいろ悩んだ。どうやれば、あなたをひどい目に遭わせられるかはね。殺してしまおうとも思ったわ。あるいは、すべての財産を消し去り、あなたを無一文にして後ろ宮家から叩き出してやろうかとも思ったわ。素敵でしょ？お上品に育てられた御令嬢が腐ったパンや泥水を這いつくばって漁り回るのよ。ああ。楽しい？楽しいわ。あなたを怯えさせるのはね。でももうじき私は死ぬわ。だから私が死んだ後もどうやってあなたを苦しませ続けるか考えたの。そしたら、案外単純なことだったわ。それをあなたに話したくて呼んだの。そろそろ中間近いんだけど、手短にね。あなたは、すべての財産を相続することにしたわ。それどころか、私が死ぬ最後の一日まで、どこまでも財産を増やして、膨れに膨らませてあなたに相続することにしたのよ。
それがどういうことか想像がつくかしら。わかんないわ、バカだから。そうよね、わかんないでしょうね。楽しみにしてなさいよ。本当に楽しいわよ。お金持ちは毎日日本中の妖怪が朝から晩まで遊びに来るわよ。あんたの私生活はこれからはすべてワイドショーと週刊誌が覗き見してくれるわ。何をしてもしなくてもマスコミは必ず私を批判する。施せばブルジョワだと叩かれ、しぶれば主戦度だと罵られる。ああ本当に素敵な毎日よ。そんな日々に若くて先の長いあなたをぜひ招待してあげようと思いついたの。本当に素敵でしょう。あんたのしてきたことに対する世間の正当な評価でしょ。そうね、そうでしょうね。いいわ、好きなだけ私を罵るといいわ。そしてその評価をあなたが背負うのよ。製品が善人、金持ちは死ねというのが日本の文化。あんたはやがて何をしてもしなくても日本中から妬みと恨みの象徴に祭り上げられていく。そんな生活の中で生きていくあなたのこれからの人生はどんなにもいびつなものなのかしら。あんたの味方は誰もいない。あんたの悩みなど誰も聞かない。あなたを罵ることは公然としたスポーツになる。そしてそれを誰も止めない。ああエンジェル。ああ本当に楽しみよ。あんたはどんな人生を送ってどう終えるのかしら。世界中の誰も信用できず、誰も愛せず、誰とも語り合えない人生をたっぷり満喫しなさい。その苦労話を持って地獄へ落ちてくるのを私はのんびりと待っているわ。教えて、あの日六軒島で何があったの。事故があったなんて私は信じない。あの日に何があったのか、父さんと母さんと兄さんがどうして死んだのか、
本当のことを教えて。ああ、それが一番の嫌がらせよね。あの日に何があったか。1986年の今日、何があったのか。なんて言葉を残して三人が死んだのか。知りたいわよね。教えないわよ。呪われた黄金は残す。でもね、あんたが望む真相は私が地獄まで持っていくわ。それがあんたにできる一番の嫌がらせよ。悔しい？聞きたければ地獄まで行ってあんたの家族に聞いてみるといい。なら今すぐ死なないとね。今すぐへそでも噛んで死んじゃえば。
さんたちに、あの日、何があったのかを知ることができたなら、帰ってきてくれるのは、せめて、誰かが。あなたの助けが必要なの。私の助け？誰が？あなたの家族がよ。あなたの家族は永遠に12年前の今日から明日に閉じ込められているわ。それを救えば私の家族は帰ってくるの？それは約束できないわ。できる黄金の魔女ベアトリーチ、強大な相手よ。私には太刀打ちできない。でも同じ黄金の魔女ならなんとかなるかもしれない。何の話かわからないわ。1986年のベアトリーチェに太刀打ちできるのは1998年の最後のベアトリーチェだけ。つまりあなたよ。エンジェベアトリーチェ。12年前の魔女が私の家族を奪ったの？そう、あなたの仇にあたる。あなたに常に孤独な未来を強いる元凶よ。私の家族の仇。見返りにあなたの望む最も理想的な世界、家族の帰ってくる世界のかけらを探してあげるわ。でも必ず希望が叶うと約束はできない。1986年のベアトリーチェのゲーム版はあまりに完璧。今日の手土産もその理想のかけらを持参しようとしたんだけれど、未だに見つけられないかなりの強固な運命。ラムダデルタと戦った時以来の。何を言ってるのかわからない。あなたに復讐のチャンス。見返りにあなたが享受できる可能性の中で最も幸せな結末を探して持ってくることを約束するわ。復讐。徒労になるかもしれない。仮に復讐を成し遂げられたとしても家族が帰ってくる絶対の保証はない。奇跡的確率でせいぜい一人を連れ戻せるかどうかよ。奇跡的な確率でもそれはゼロよりは高いのよね。 1% くらい。あらゆる可能性の数値は結果の前に無力よ。だからその数字を私には語ることができない。でも私が何もしないよりは絶対にわずかの可能性がある。え、あなたが希望を捨てない限り。ただし覚悟して、それも限りなくゼロに近い。いいわ、乗るわその話。
いいのね、多分。もう二度とここへは帰ってこれないわよ。ここは私のいるべき世界じゃないわ。そして私のいるべき世界は私が自分で探す。あなたの名前を聞かせて。奇跡の魔女ベルンカステ、そして我が名においてあなた黄金の魔女エンジェ・ベアトリーチェだと認めるわ。今こそあなたは本当の魔女よ。マルタイ発見、屋上応援求む。エンジェさん、探しましたよ。そこは危ないですから、早くこちらへ。なに、あれ、ファンクラブよ。私結構モテるの。捕まる必要はないわね。行きましょう。待ちなさい、早まるな、危ない。ああ、ダメね、全然ダメ。じゃあまたね。 See you again。 迎えにはリムジンをよこしてちょうだい。みんなも一緒だから。じゃあね、エンジェさん。